令和元年10月22日神戸王子スタジアムにて 2019X リーグディビジョン2ウエスト西宮ブルーインズ対クラブホークへの一戦が行われます。試合開始14時10分キックオフ予定です。ただいまから試合開始までコイントスを行います。手前側ホームスタンド側が、西宮ブルーインズネイビーのユニフォームです。奥側ホワイトバックスタンド側のユニフォームがクラブホークアイです。クラブホークアイキックオフ西宮リターンで試合が始まります。皆さん本日はご来場ありがとうございます。今シーズン初勝利を皆さんと味わうべく西宮リターンで戦いできます。応援よろしくお願いします。パス成功。パスだ。パス成功。パスだ。キッカー84番、このキック成功。西宮ブルーイン3点獲得です。西宮が確保、したがって西宮ファーストだ。西宮ブローイン、ファーストだ。35ヤード。キック成功、3点追加。西宮ブローイン6点。ホークアイ0点。ブルーインズが応援グッズハリセを前にご用意しておりますので、お手元に何かぜひハリセン公開ファースタン。パス成功。さあ4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー。キュービーサーク、クォーターバック15番パスを投じようとしてキュービーサークダウン進めてフォースダウンとします。西宮ナイスです。キュービーサーク、インターセット、ターンオーバークォーターバック15番パスを投じようとしましたがターゲットに投げられず、フォークアイナイスです。ターンオーバー、キュービーサーク、キュービーサーク、ターンオーバー。不成功。西宮ナイスです。キュービーサーク、クォーターバ
番ファーストを投じようとしましたが、これを西宮は94番6番がキュービーさん、大きくロス。ファースター、ファースターゴー、ファースター、西宮ファースター、このキック失敗。パス成功。崩壊ファースター託します。ギャンブル、インターセプト、攻守交代です。ハーノは2ダウン、時計を回します。崩壊に時計を止める手段は残っておりません。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、西宮ブルーインズ6点、クラブ崩壊0点、西宮ブルーインズの勝利です。最後まで熱い声援ありがとうございました。Thank you.